宮城のワイドな情報をお伝えする宮城発見トレビアン町ナビプラス。今回の調査先は仙台市荒町の煮干しそば専門店、荒町商店中華そば藤山の味玉白富士そばを直撃レポート。この番組は煮干しの可能性を求めた他にはない煮干しラーメン、荒町商店中華そば藤山。メイキングトゥモロー、ザ・パワーオブシチズン、町ナビ編集部がお送りします。試行錯誤を重ね、たどり着いた特製の細麺、煮干しスープの風味がぼやけないように固めに茹で上げる、パツンとした食感が癖になる麺。白富士そばの特徴は何といってもじっくり時間をかけて低温で炊き上げ、美しく澄んだ煮干しスープ。取材に伺った日は瀬戸内の白口煮干し、鳥取の味煮干しをバランスよく、その仕上がりは煮干しだけとは思えない甘みと奥深い旨味が口いっぱいに広がります。具には色鮮やかでとろりと濃厚な味玉を、そして一杯ずつ切りたてをトッピングするローストポーク風チャーシュー2枚の存在感、その下にはとろける食感の穂先メンマが隠されています。柔らかくてびっくりしました。煮干しマニアの皆さんへ一押しです。この番組は煮干しの可能性を求めた他にはない煮干しラーメン、荒町商店中華そば藤山。メイキングトゥモロー、ザ・パワーオブシチズン、町ナビ編集部がお送りしました。